始めます。長田博明さんの紹介をさせていただきます。長田さんは兵庫県篠山市にあります信州大谷派法伝寺の住職で、石川県珠洲市の原発建設が争点となった市長選挙において反原発の候補の選挙応援活動を機に、宗教者として原発問題と向き合い続けておられます。現在原子力行政を問い直す宗教者の会の事務局長を務めておられます。主な著書には新州ブックレット命を奪う原発があります。それでは長田さん、よろしくお願いいたします。時間がありませんので、トントントンと進めていきたいなと思ってます。大谷派の中で一番最初に原発の問題を取り上げられたのは、私は高岡教区の堀部智秀さんだというふうに思っています。堀部さんはご自分のお兄さんが白血病で亡くなっていく、その中で放射線のことを学び、実は原発ということが非常に関係するんだということも教えられ、そこからですね、原発の問題に関わっていかれました。その堀部さんが関わっていかれたのは、一番最初に被爆労働者の問題です。ですから私たちの大谷派の中での原発の問題の課題は、一番当初から被爆という問題につながっていました。で、その堀部さんに先だって久しぶりに、家訪ねまして、会いに行ったんです。もう病床に長くついておられてですね、一日に本当にわずかな時間しか起きることができないという状態になっておられましたけれども、今の状態をご理解しておられるかなと思って尋ねたらですね、非常に元気でございました。なんで元気かと言いますと、怒りまくっとったんですね、テレビに出てくる学者たちの言葉をきちっと聞いた上でですね、あいつら全部言っとんな嘘やって言ってですね、非常に元気になっておりました。その堀部さんの言葉を最初に紹介したいと思います。堀部さんはこうおっしゃいました。自分は昭和12年に生まれた。自分が生まれた時は品事変やった。しかももう人生を終えていく最後にこれかって、これだけは見たくなかった、こんなんなら早う死んだがまだましやった、とこう言うておりました。それともう一つ非常に印象に残ったのは、長田、原発ってこうなることは分かっとったはずだよな、でも分かっとったけども、俺たちの中にやっぱり日本の中ではどこか起こらないんじゃないか、そういうふうにどこかにあったな、そのことが非常に堀部さんの印象的な言葉でした。そして、もう一点初めに、一つのことをお伝えしておきますけれども、まあ、このナムナム集会を開催するにしていく中で、まあ、私のような重いきついことを言うと人が集まらんからということもあるんでしょうが、国策つながりで原発もという、つまりハンセン病のに関わっている人たちの中で、国策つながりだから原発もという非常に、そういう言葉がこう見えたときに、僕はなんかいたたまれんような憤りを感じました。そのいたたまりの中で改めて読み直してみたのが、皆さんのお手元にある2枚目にあります知られざる原発被爆労働ある青年の死を追ってという、今一番前におられます能登の二俣さんが、この藤田裕子さんが書かれたブックレットに対する書評を書かれております。これは、当時まだ童話推進本部と言っておりました、その今海水ですけれども、童話推進本部の1996年9月10日発行のフォーラム、そのフォーラムの二俣さんのこの書評の最後1枚めくってもらって、宗務総長の顔の横についてますけれども、最後の言葉が改めて思い起こされました。この状況下において原発の問題が宗務の課題になってこないような大谷派であるなら、戦争責任の告白もハンセン病に関わる謝罪声明もほぼ結論が出た国家政策に追従したものだということにならないだろうか、という96年の時点で
これちょうどハンセン病のその謝罪声明やまたは、ブラック歌謡基本法の制定を目指して動いているそういう真っ只中で、二俣さんが書かれたものです。ご存知の方も多いかと思いますが、すずの選挙の中で新州大谷派のと反原発の会のずっと代表を務めておられた方でございます。済んだ問題ではなく今の国策にちゃんと私たちが対峙していくこと、そのことの中に初めて戦争告白やハンセン病の謝罪ということが生かされていくんだということではないかと思います。本題に入ります。今私たちは750回忌のご返帰を目前に控えてこの3月11日の震災に遭いました。その中で宗門自身が多くの混乱をしですね、そして第一期法要が中止となり被災者支援の集いということが行われました。その中での宗務総長の挨拶を皆さんのお手元に配っております。実は後ろの方につけてありますように JCO の事故、それから核燃料サイクルに対する反対決議を出していた私たちの教団の中で、今回のこの福島の事故に対して教団としての明確な声明を求めたいということで様々な働きかけをしていく中で、最後の最後ギリギリのところでこの被災者支援の集いが開催されるというそのギリギリの段階の中で、それは総長の挨拶に込めるからというある部長さんの言葉でした。ともかく明日の初日の総長の挨拶を聞いてくれというので読み上げられたのがこのご挨拶でした。ここには後につけました朝日新聞のおとといでしたかの記事の中にもありますように、人知の無明、人知の闇ということが書かれております。皆さん方これを読んだ時にどう感じられましたか。私は地団駄踏んで怒りまくりました。なぜならば人知の闇、いい言葉を見つけたもんだって。戦争が起こっても人知の闇、ハンセン病の隔離政策があってもブラック差別があっても人知の闇、原発が爆発しようがどうしようがそれも全部人知の闇、全部答えじゃないですか。そんな同好会運動に私出会ったことないんです。そしてそういう親鸞聖人の言葉を答えとしてどこか離れたところでその言葉に抽象化していくようなあり方に私は親鸞は感じません。そういう抑え方をするからこそその後に続いていくこういう言葉が出てきます。このような壮惨な事故を生み出す原子力発電所に頼る生活を営んでおりますのは他ならない私たちであります。非常に真摯に自分たちの生活が原子力発電所を求め原子力発電所を認めてきたかのようにこう表現されておりますけれども、それは後の新聞じっくり読んでみてください。つまり何もしないということの表明でございます。そして原子力発電所を求めてきた認めてきた我々の事故を問わなければならないという、そういう形で何の具体性もない形で歩みとならないその答え、そういうあり方に対して非常に愕然とすると同時に、この宗務総長の2つの文章全体がどこに立脚地として立っておるのかというと、それは必要神話でございます。原子力行政を支え続けてきたのは2つの神話です。安全神話と必要神話。安全神話は確かに本当に目を塞ぐばかりのこの福島原発の状況の中で崩壊はしました。しかし必要神話というものは崩壊したんでしょうか。どうもその必要神話というものに私たちが立つのか、真宗の真というところに私たちが立つのか、そのことがこのご縁起の中で問われておるように思います。多くの方々からは大変なことだと、電気がなくなってやはり俺たちが求めた豊かさが間違いだったのか、またはそれを
なんとか節電することで罪滅ぼしのような生活をするような、そんな発想が非常に私たちの宗門の中にもあります。果たして必要神話とは何なのか、これが今からスライドをダッと見せながら走っていきますんで、ついてきてください。原発がなくなると困るというのは、私たちの使っている電気の3割以上が原子力発電所だというふうにコマーシャルは垂れ流しております。しかしそこを一度よく見てみましょうか。このグラフは火力発電所の設備能力、その上に水力発電所の設備能力、そして最後に原子力発電所の設備能力をグラフにしたものです。1965年からどん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 電気の需要は、電気の発電所の数は増え、需要も増えていく。この点線のグラフが最大電力でございます。つまり真夏の1年間で一番最も電気を消費した、その毎年の最大電力。このグラフを見ると、毎年毎年電力はどん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 消費されていきますけれども、一度たりとも火力と水力の設備能力を上回ったことは1年たりともないというのがこのグラフでございます。そもそも発電所というのはベストミックスと言ってますけれども、電力会社ですよ、ベストミックスというけれども、果たしてベストかどうか、少なくとも現実に電力会社がミックスしているのはこういうことです。0時から24時まで丸1日間の間でどうやって電気を起こしているのか、一番下にある流れ込み式水力発電、そして原子力発電、これがベースで 100% 稼働になります。そしてその上に火力発電所が止めたり動いたりこうするわけです。そうすると水力と原子力をフル稼働し、そして火力発電所で調節をする。当然私たちは夜中になると電気を使いません。ですから2時3時という昼のピークに合わせながら、どん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 それに合わせて火力発電所を調整する。そしてまた日が暮れてお休みになられる頃になると消費電力が落ちますから、火力発電所をどん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 止めていく。1日の電気の発電施設の運用方法はこれでございます。ですから1日の中にこういうカーブをずっと描き続ける。これを8月の一番暑い時期に、その前にここの部分が最大電力となります。ですからこの緑の線を越えると停電をする。そしてこの下の線が最小電力となります。でこの最小電力は実は原発の問題に非常に深く関わります。なぜならばこの最小電力の緑の線が原子力発電所の部分を割り切ってしまったらどうなるのか。つまり原発はフル稼働が原則ですから出力の調整はできません。そうするともしもいつもこの最小電力が原発の発電能力よりも下に下がってしまえば、実は原発は余ってるということになります。それではまずいんです。だからこの最小電力をともかくひたすら上げ続けることに電力会社は全力を尽くしてきたわけです。それは深夜電力、深夜の一番電気消費量が減るのをどんどん上げなければ原発を増設するその意味は全く失われていく。だからオール電化にしましょう。電話ばっかりかかってくるじゃないですか。オール電化が実は原発をの増設を認めていく根拠に利用されてきたわけです。こういう1日の発電の流れをですね、押さえた上で8月の31日間のグラフを作るとこうなります。この櫛のような波一つ一つが1日の電気量が発電をし、また減ってまた増えという31本立っとるわけです。さっきと同じように縦軸に原子力をベースではなくて、下に火力と水力のその供給力をまず置いて、そしてその上に原子力を積み重ねてみます。そうすると問題となるのは、この水力と火力の設備能力供給能力を超える部分、ここが停電するということになりますね。つまり8月の一番暑い時でも
わずか十数日間、しかも1日の2時3時を境にした1、2時間、たったこれだけのために原子力が使われるということになっていきます。このグラフは非常に面白いグラフです。日曜日ごとに電力は余ります。お盆休みになると全くガクッと減ってですね、原子力なんかは全く必要となくなります。つまりこれは私たちのこの電気消費量が家庭の日常生活は常に行われているわけですから、日曜だから24時間寝とる人はおらんので、そうすると日曜やお盆休みに減るということは、これは企業の電気消費量が圧倒的多数を占めとるということです。ですからもしも電気が足らんというのならば、365日の真夏の十数日間ちょっと時間差で働くとかですね、またはサマータイムを導入するとかですね、そんなことで非常に簡単に解決ができます。そして先ほど言いましたような最小電力、この最小電力を上げさせれば原発を増設するということの根拠になっていきます。もう少し分かりやすく、このグラフは黒い部分がその企業が使っている電気事業用のその電力を消費する量、私たちの家庭で使っている自家消費用はこの白い部分の棒グラフになります。圧倒的に企業の方が多いわけです。つまり都会のオフィス街、24時間ずっと電気をつけとるようなそういう工場、そういう大規模な工場や都会の文化、そういうものがある意味では圧倒的に電気を使っている。私たちの毎日の暮らしの中で、これもし電気を使わずにゼロにしましょうったって、これだけの消費電力があるわけですよ。つまり私たちの節電というものが何か電力需要を非常に大幅に変えるとか、もしくは原発を止める力になるとか、そういう錯覚は持たない方が私はよろしいんではないかと思います。むしろそういうことは当然もったいないということを大事にしてきた信州門徒ですし、日本の文化ですから、もったいないということはそれは大切なことです。改めて私たちの生活が湯水のように電気を使い、本当に大量生産、大量消費、大量廃棄というようなものに囲まれて生きている私たちの在り方を、この機会にもったいないとか節電しようやないかとか、自分たちの生活を見直すそういう機会にしようではないかというのは、それはそれで非常に大切なことであり結構なことですが、そのことによって何か原発の問題が解決するか、そうではありません。先ほども見たように原子力というものをその根幹に据えながら 100% 稼働させながら火力で調節して賄ってくるような、そういうミックスをベストだと言ったのは私たちではありません。私たちは原子力から生まれる電気を求めたわけではないわけです。電気は求めました。しかし原子力を私は好んで選んできた、好ん で原子力の電気を使ってきた、だからうちの炊飯器はご飯が美味しいんだって、そんなバカなことはないわけです。どこまでも原子力にこだわってきたのはこれは国策であり、そして電力会社です。 もっと言えば電力会社 の周りにいるさまざまな企業、そういうことと私たち自分自身の生活を見つめ直すということとは少し距離を置いて私は考えていきたいなというふうに思ってます。3月15日震災の4日後、ロイターはこう報道いたしました。東日本大震災に伴う原発事故を受けて、国際エネルギー機関 IEA は15日、日本は原子力発電の不足分を補うだけの十分な石油火力発電による余剰能力を有しているとの見解を示した。これが世界中に報道された日本の発電事情です。ところがその時私たち日本のニュースは計画停電、電気が足らない、節電しなさい、そういうニュースだけが流れていました。2003年、東京電力の原発データ改ざん問題が発覚します。覚えていらっしゃいますか。真夏に東京電力の原発が全て止まりました。
そして東京が首都圏が大停電すると騒いだのが2003年。しかしあの暑い夏、実は一日たりとも停電することはありませんでした。その時東京電力が発電できなかったのは福島10基、そして柏崎刈羽7基、合計17基分の発電所を動かすことができませんでした。その発電能力は1730万キロワット。この1730万キロワットが動かすことができないということで首都圏が大停電になるって騒いだんですよ。今回震災で被害を受け停止中の発電所、原発10基910万キロワット火力9基715万キロワット、これだけの発電所が今回の津波と地震によって被害を受けました。合計合わせて1625万キロワット。2003年のあの一番しんどいと言っていた時よりもまだ能力はあるじゃないですか。しかし一つだけ、いやちょっと待てと言われそうなんで付け加えておきます。その前に起こった中越地震、それで実は柏崎刈羽の3基が330万キロワット止まったままです。そしてそれは今も動かすことはできません。ですから正確に言いますと東京電力の持っている13基の原発が中越とこの東北の震災によって動かなくなったということですね。そうすると330万キロワットを足してみましょう。そうすると東京電力が失った発電能力は1955万キロワット。2003年ちょっと超えてますね。これは230万キロワット余り少ないんですが、パソコンが動かないのはなぜだ。あら、ちょっとやってもいた。ちょっと買い替えなあかんな、これ。225万キロワット不足する計算になります。ほら見ろ、やっぱり電気は足らないではないか。でもちょっと待って、これは真夏の話です。3月4月、こんなま電気圧倒的に使用量少ない時になんでこれで計画停電ですか。その計画停電の真の目的は一体何なのか。ちょっとこれ小さいですかね。現在の4月15日現在の東京電力の発電所数、それが上です。その上の表の一番右側は停止中の発電所、その中に括弧内は今回の地震の影響で停止したものと書いてありますので、石油火力発電所は12基止まってますが、今回の地震で止まったのは6基しかないんです。残りは何か、横須賀火力3から8号機合計合わせて210万キロワット。そして下の表は、これは自社合計の発電所と他社からの融通受電を含めた形の表ですけれども、ここに面白いのがあります。東京電力には揚水発電所、揚水発電所というのはつまり先ほど見たように深夜になると電気は余るわけです。で実は原発のその設備能力を下回ってしまうわけです。だからどうするかというとですね、原発の電火力を全部止めても原発の電気だけでやっとっても余る電気は困るんです。だからどうするかというと、それを揚水発電所に使うわけです。揚水発電所というのは下にある水を夜中のうちに汲み上げるんです、電気でポンプで。そして、真昼のピークになるときにその水をダーッと水力発電として落とす。そうやってうまいこと調整するんです。その東京電力の揚水発電所がここに停止したままのやつが480万キロワットもあるんですね。それからその下の他の電力会社には352万キロワットも停止したままです。いまだもって1000万キロワット以上の発電所をずっと止め続けながら電気は足らん、電気は足らんとこう言うとんです。首都圏の人たちが徹底的にその必要神話に、原発はやっぱりなければダメなんだという必要神話に絡め取られた瞬間は何か。それはサラリーマンが帰宅する時間に私鉄が全部止まった時ですよ。あれが答えたんですね。やっぱり原発がなきゃ俺たちはこんな目に遭うんだという、最初から脅されとんですよ政府も。
つまり実はこれだけの災害が起きている真っ只中で計画停電と言いながら、実は目的はどこにあったのか。それは必要神話の再構築です。やっぱりあれだけの原発がなくなったら俺たちの文化的な生活はできなくなるぞ。それが私たちの原発を支えてきた神話です。今見ていただいたようにこれはどこまでも神話です。神話に立つのか神宗の信心に立つのか、この辺はやっぱり私たちがちゃんと考えてみなあかんですねと宗務総長に言いたいんだ。私たち大谷教団は核燃料サイクル推進に反対する決議の中でこういうふうに私たちの立場を表明しました。その決議文の中ほどよりも下、括弧にくくってあります。命を奪う原発を発行しというところからです。原子力による被爆の拡散と核廃棄物の蔓延は未来への絶望と無責任であり、命への冒涜であり、共に生かされていく世界の創出であると新宗門徒としての視座を一般社会に公開したことであります。明確に私たちが立つべき視座を被爆の拡散、そして核廃棄物の蔓延、そしてそれが未来への絶望と無責任であり命の冒涜である、共生という共に生かされていく世界の創出であるという、これが私たちの新宗門徒の立場だと明確にしながら、今回のこの大事な750回忌ご延期の中でそのことを確認することさえもこの教団は忘れています。原発の問題は被爆の問題です。原発はエネルギーの問題ではありません。その被爆の問題を2点にわたってお話ししたいと思います。被爆労働とは何か。今私たちのテレビの前に座っておればニュースやワイドショーの中でこの放射線防護服を着たこの人々の姿を私たちは今当たり前のようにして見るようなことになっております。被爆労働とは何か。これが中越沖地震の際柏崎原発が止まった際に週刊ダイヤモンドが載せた被爆労働の現場の写真です。これ何やってる写真か分かりますか。雑巾がけです。目に見えない、先ほど小林先生がおっしゃった五感に感じることのできないその見えない放射能を拭き取っていく人々、被爆ということがその人々の仕事になっている。そしてその被爆を自分たちが被り、そしてその後に被爆線量を若干でも抑えて技術者が入っていく、こういう被爆労働者の現実が実は今回事故があったから起こったわけではありません。日常の運転の中でもずっと被爆労働を抜きに原発が動かすことはできません。どうも私たちは原子力発電所というものが最先端のテクノロジーでと思っておられるかもしれませんけれども、先ほど小林先生のお話のあの図を見てお気づきでしょうか。お湯を沸かして動力を生む、お湯を沸かして蒸気で動力を生むのは古い昔にあった蒸気機関車の原理です。つまりもう地球上に存在しない全く古典的な原理で動いているのが実は原発です。ですから古典的であれば古典的な仕事が必要なんです。それはバケツで核燃料を混ぜ合わせる、これが JCO の事故でした。バケツでって言うけどこんなもんですよ。そしてまたはこういう被爆労働、こういう人の手が300種類以上にもわたる細かい人の手によって動かされているのが原発であって、実はそういうテクノロジーで動いているわけではありません。東京消防庁のハイパーレスキューの人たちが決死隊として放水作業に駆けつけたあの映像、ここは100ミリだ、ここは150ミリだ、バスの陰に隠れろ、そう言いながらピー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 鳴っていたアラームメーターをぶら下げながら
その一定の放射線がの積算値になるとこう警告の音を発する。そういう中で働いている人々が1年間に7万人から8万人、白い部分は下請け労働者と言われている下請け孫、被孫請け、つまり最下層の労働者たちの被曝量です。黒い部分が電力会社の社員、つまり圧倒的に 90% から 95% までがそういう下請け労働者に被曝を負わせ、その人々のに危険なものは常に弱いものにしわ寄せされていく。今回福島の原発の事故が起こって、あの電気が全部首都圏に送られとるわけです。福島の人たちは東京電力の電気を一回も使ったことはありません。または柏崎刈羽の原子力発電所の電気も全部首都圏に送られてきます。まるで自分たちの見たくないもの、自分たちが困るもの、それを遠いところに押し付けながら豊かな便利な生活をしていく、そういうまるでですね、ゴミを人の少ない過疎の地に押し付けることと全く同じように、原発の中ではこういう差別的な労働形態が生まれます。日当7万円を電力会社が出したのをピンハネシピンハネシ、そして最後には1万とか1万5000円とか、そういう形でですね、被曝を強いられていく。ちなみに週刊誌によりますと、今回の中で日当40万とか50万というような、まさに命を削る、そういう実態がこの中にはあるわけです。今からお見せしますのは、先月の末まで出ておりました福島県の求人広告、作業員福島第一第二原発の求人情報、原子力発電所内の定期検査、機械、電気、荷重応接及び足場作業、日給9000円から1万1000円、ここが一番のポイントです。被曝労働の実態はこれです。学歴不問、年齢不問、誰でも構わん。その会社は株式会社高山創業、当事業者10人、うち女性1人、それ株式会社って言えますか。実は末端ではいわゆる妊婦出しと言われているような実態がたくさんあるわけです。3、4日前でしたが、ちょうど北海道にお話しに行くためにこのパワーポイントをホテルで整理をしておりました。その時にたまたま今日のニュースを確認するためにインターネットをちらっと見ました。その時にインターネットのヤフーのニュースでですね、日経新聞のニュースが出ました。それは釜ヶ崎で正規社員でない形で福島の作業員を人集めをしていたというニュースが流れました。やっぱりまた始まったかと思いながら、これは以前福井県の美浜の蒸気発生機の事故が起こった時もそうでした。原発で大きな事故が起こるたびに三谷や釜ヶ崎の労働者がその放射能に被曝させられるに連れて行かれる、また始まったかと思って思いながらも、自分の作業を進めておってちょっと待てと、やっぱりこの記事はいるぞと思って取り込もうとして、もう一度インターネットを開きました。わずか10分、その10分間の間に消されています。そういうものがちゃんと消されていくわけです。まさに闇に消される被曝労働と、こう以前は言うておりました。この求人広告は先月の末まで出ていたものです。そういう被曝労働者を一手に管理をしているのは、財団法人放射線影響協会と言われている協会。これは一体何かと言いますと、このニュースの裏側を見ますと、ここにこの財団の正体が現れます。この財団に出資している企業は9つの電力会社をはじめ、日本原電、つまり原発を進めてきた者たち、そして最後には株式会社 JCO、 つまり原子力を推進してきた者たちが、そこの作業員、被曝労働者のデータを一手に握る。こういう構図はですね、
日本の原子力産業の特徴でもあります。原子力保安院は経済企画省の中にあるわけでしょう。つまり経済企画省は日本の54基の原発を進め、さらに十数基もこう増設していこうという、その同じ中にブレーキであるはずの、安全を管理するはずの保安院がある。そして国策として進めてきたこの国の原子力政策の中で、安全委員会は内閣府に所属する。こんなもんブレーキもあったもんじゃありませんよ。ですから原子力を推進してきた側が労働者の全てのデータを握っている。このニュースの毎年3月の最後のページに登録外協というこういう欄があります。登録外協、平成22年3月末現在最新版です。原子炉等規制法関係制度、ここに日本の被爆労働者の実態が出てきます。従事者個人識別の登録、これが40年以上続いてきたこの国の原子力政策の中で被爆した被爆労働者の総計となります。3月現在451,445人、これが私たちの国で生まれた新たな被爆者の姿です。現在広島長崎の被爆者手帳を持っておられる被爆者の人々は24万人を切りました。24万人と原発の中で被爆した45万人、そのことを藤田裕子さんはこの国には2つの被爆者の群れがあるとおっしゃいました。そういう被爆者を見ながら支えられてきた私たちの生活、そういうものを改めて思わざるを得ません。原発は事故があったから問題ではありません。事故がなくともこの45万人の被爆者を生み出したその私たちの足元にあった事実を改めて見つめ続けなければならないと思います。その45万人の被爆者の中で放射能を浴び被爆をしたから労災を求めた人々の数はたった19件、その中で労災が認められた人は十数人にしかなりません。つまり原子力を進めてきた側がデータを一手に握る、自分の被爆量を知ろうとするときに自分がその当時勤めていた事業所がここに申し出なければ被爆量は教えてくれない。気がついてみて行ってみるともうすでにそんな会社などそこには存在しない。そんなことは当たり前です。そういう中で結果的に切り捨てられていく被爆労働者、この中に慢性骨髄性白血病で亡くなっていった、そして初めて実名を公表して労災を求めた島橋信之さんの姿があります。これが島橋信之さんです。島橋信之さんは1962年神奈川県の横須賀市に生まれておられます。高校を卒業してすぐ中部電力の孫受け企業に入社し、そして9年間一生懸命真面目に働きました。1989年夏、慢性骨髄性白血病を発病、そしてその2年後10月20日29歳で亡くなっていきます。信之さんのお通夜の晩、電力会社が2000万円のお金を持って訪ねてきました。動転しているお母さんは何も分からず1枚の紙に判を押しました。それはどのようなことがあっても労災を求めないという確約書でありました。そのお金を受け取ってしまった、その確約書に判を押したことをお母さんは本当に苦しんでおられました。しかしある時藤田裕子さんに出会って岩田労基署に労災を申請、そして1年後初めて実名を公表し業務禁制、つまり被爆で亡くなったという労災が認定されています。島橋さんのお母さんはこうこの労災が認められた時におっしゃったですね。何も悪いことをせずただ真面目に働いた者が
死ななければならないような仕事というものがこの世にあっていいのでしょうか。その言葉は本当にこの被爆労働の本質をついていると私は思います。その島橋さんの信之さんの被爆寮を見てみましょう。9年間の勤務で総被爆量は 50.93、 約51ミリです。そして年間で浴びた最高の被爆量でも 9.8 ミリシーベルトです。この後住民被爆についてお話をしますけれども、この数値覚えておいてくださいね。島橋さん労災が認められた方でも 9.8 ミリです。そして今この被爆労働のことについて私は本当に愕然としながらテレビを見ております。闇に消し続け、命の尊厳に関わる問題であるからこそマスコミも隠し続けてきたこの事実が今日常のワイドショーで取り上げられ、誰もが知るところになっていったときに非常に複雑な思いで私はおります。あの東京レスキューの3人の統括部長のうちの1人が自分の部下たちの様子を聞かれたときに涙ながらに、彼は言葉を詰まらせながら部下たちはよくやってくれましたと語った。あの一粒の涙は彼は自分に従ってくれたあの良き部下たちが今回の被爆によって数年後または数十年後どういう影響が出てくるかという被爆の悲しみの涙だと私は思いたいです。しかしそのことをマスコミが取り上げたときに、それはちょっと明らかに違う。まるで特攻隊を送り出した日の丸の小旗を振ってあの若い命が駆り出されていくときことを送り出したあの時の私たち日本人の姿とマスコミの姿と同じではないですか。誰も死んではならん、その尊い命はお国のために奪われてはいけないと言わなければならなかったことを言えなかったあの戦争末期とどこが違うのか。本質的にこういう仕事があっていいのか、こういう形で命を奪われていくことがあっていいのかという根本的な問いを発するマスコミはどこにもいない。そしてあたかも美談であるかのようにして持ち上げられ続けていきます。多くの労働者も被災者である。そしてその避難所で暮らしを立てながら、ある時もう一度原発に戻ってこいという電話が一本入る。やっぱり原発に戻るしかないと言って出ていくその自分の連れ合いを涙を流しながら送り出さなきゃいけない者がおるなんていうことは、または出ていく時に子供を抱きしめながら泣かなければならない者がおるということがあっていいのか。私自身も自分の父親は昭和2年生まれで17歳で特攻隊の志願をして出て行って生き残った人間でございます。自分の父親がどんな形で送られてきたのか、そのことを非常にこう今回の被爆労働者のその取り上げ方に同じ姿をこうダブらせながら思わず見てしまうことでございます。